スナック派、カレー味。カレーといえばインド、カレーといえば福神漬け、カレーといえば言えばお疲れ。ダメだダメだ、発想が貧困、俺って。アフレコ終わった。松丸くんは？まだ会社。どっかで飯食って帰る？あ、お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様。初めて松丸くんと会った日、ここで飲んだんだよね。ああ、赤に焼き鳥とビール一杯おごってもらったんだよな。なんだか懐かしいね。そんな昔じゃないのにな。うん。おっと、うん、私と別れるなんて絶対後悔するわよ。経理の田中さん。松丸くん、今日は飲むわよ。田中さん。おやすみ。喜んで。信じられない。井上聖火一のモテ女の私が付き合ってあげたっていうのに冗談じゃないわね、松丸くん。でも振られた。赤。しかも私と付き合った男はみんなアップグレードするのよ。すごいでしょ松丸くん、ね、パソコンでも危ないし。ほら松丸くん、もっとガーッと飲みなよ。ガーッと。あ、いただきます。はい、おつまみもオンして。あ、松丸くんは焼き鳥が好きなんだよね。松丸くん、この人ってローマの休日を見た時に映画館の前にいた人だよね。まあな。まだ気になってるの？そんな、今は俺は。こらそこ、こそこそ何話してんのよ。いい、私はね、愛するダーリンに捨てられたかわいそうな女じゃないだから。もう。田中さん、もう無理ですよ。朝まで飲むんだから。ほら、勘弁してくださいよ。明日も会社なんですから。ほら、赤、赤、うん、俺田中さん送ってくから、赤、先に帰ってろ。明日も朝一番でアフレコあるだろ。そうだけど、でも。タクシー。ほら、田中さん、乗ってください。じゃあ、気をつけて帰れよ。もう、ペンペン。ああ、うちら、ドラえもん。田中さん、キー置いときますよ。それじゃあ、おやすみなさい。脱がして。あ、じゃあベッドまで運んで。それじゃあ、お酒飲もう。もう返してくださいよ、経理の田中さん。あなた、私のこと好きだったんでしょ？だから映画に誘ってくれたんでしょ？簡単に諦めるの？その程度の気持ちだったの？あ、電話だ、出ないと。あ、
今取り込み中なの。あ、だ、誰だ今の。こっち見なさいよ。赤、別に俺何もしてないから、すぐ帰るから。赤？松丸、今赤って言ったな。あ、いや、猫、拾ってきた猫に赤って名前つけたんだ。ほんと。ごにゃん。やめてください。こら、こら、そこには喋る猫がいるのか。俺は残業してるってのに、お前だけいい思いしやがって。じゃ、検討を祈る。松丸くん、もしもし。田中さん、トイレまで我慢して。もしもし、ちょっと、松丸くん、もしもし、いるの？松丸くんってば、もし、松丸くん？あ、バッテリー切れ。レズ。はいはいはい。松丸くん、帰ってこなかったの？さあ、お仕事お仕事。あ、おはよう、松丸くん。なんだ、この変わりようは。私のことを酔わせて口説こうなんて10年早いわよ、松丸くん。いえ、だから僕は酔った田中さんを送り届けただけで。送り狼なんて100年早い。押し倒したのは田中さんです。赤、お前仕事は？天罰が下る。天罰？許されざる者のセリフよ。赤、着替え届けてくれたんだ。一緒に暮らしてるの？あの子と。でもあんなに怒ってるんじゃ今度こそ出ていくかも。ああ、いつもありがとう。今日のお茶は素敵な香りだね。君が選んでくれたのかい？なんだろう、胸が苦しい。私、嫉妬してる？あの人に。赤さん、赤さん。はあ、ご主人様、何でも申し付けくださいね。ありがとうございました。携帯充電した？え？携帯。あ、はい。田中さん、彼女、白とか黒とかいう名前だったわね。赤です。よう、しゃべる猫は元気か？あ、田中さん、この間渡した経費の。おりません。そんな。畑田さん、個人的な飲食代は接待費として認められません。もしもし。え、あ、はい。私と松丸くん、何もなかったから。私の好みはマッチョなのよ。何よ、大人ぶって。はい、ありがとうございました。今晩飲みに行く？今日はお詫びに私がごちそうするわ。じゃ、乾杯。田中さん、いい女だ。遅いな、松丸くん。ただいま。あ、松丸くんちだ。脱がして。はい。あ、赤、ベッドまで運んで。無理だって。うん。
明日の朝は本当に天罰かも。とほほ。意外といける。